拓郎の気ままな世界その5、拓郎のショートショート。まだやってますけど、全然関係ないんですもん。若干全般ハーモニカ合いませんでしたが、今日はジタラーズで、そしてハーモニカ余りと、こういう感じで迫ってきましたけども、さて今日はですね、何をやろうかと、今日は僕の短編集というのがたくさんあるのですが、短編集というのがたくさんあるわけで、短編集は一つしかないんですが、短編がたくさんありまして、これがだいたい1分に満たないという短い曲なんですが、そういう曲をですね、曲というほどのものではないんですが、それをですね、大々的にアレンジしまして、そして、一曲のですね、この一曲としてのこの形をつけてですね、皆さんにお聞かせしようと、こういうわけなんですが、このアレンジをしてくれたのは、新しいアレンジャーと言いますかですね、桂田実さんという方でしてですね、いろいろアレンジをしてくれましたが、僕もこのテープを聞きましてね、自分でこれが本当に僕の曲なのかと、こういうふうに疑うような曲がありますね、全く関係ないアレンジということでもね、原曲は、トコッと出てくるだろうね、トコッと、全般が、ものすごいイントロがあったりね、これはなんかローマかね、イタリア映画かなんかじゃないかと思ってると、どんなにかな、言ってはいけないですね。そういう感じでいろいろ短編してるんですが、まずはですね、一曲聴いてもらったり、これはですね、一年に一回、男の子が、女の子がかな、男の子がよくわかりませんけども、チョコレートを差し上げるという日がありますね。バレンタインデーというふうに世間では言っておりますけども、この日にですね、チョコレートを僕は全然もらえることが、なかったわけですね、長い間。で、なんとか人からチョコレートもらいたいと。そう、女の子が男の子に、こう、プロポーズしていいですね。チョコレートをあげるという感じでね。で、僕はチョコレートもらったことはないし、もらいたいな、もらいたいなという気持ちが非常に募ってきてね。欲しいな、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 チョコレート。こういう感じからできた曲なんですけども、バレンタインデーという曲。これを聴いてください。という感じで来ましたけども、こういう曲がありましてですね、全般なんとなくね、これはいいすごいロックが始まるんじゃないかとね、ポンチョンチャッコンポンチョンチャッコンポンチョンチャッコンポンチョンね、なんかこう始まるんじゃないかと思ったら、チョコレートどっかで聞いたことありますけども、僕の切々たるこのなんていうか心情というものが分かってもらえたならば、来年あたりバレンタインデーチョコレートをたくさんちょうだい、こういう感じなんですけどもね、バレンタインデーというタイトルがついておりますが、なかなかいいね、曲といいタイトルといい出来がいいですね。これはまあね、アレンジというほど、それほどのアレンジはなかったんですけどもね、今度は大変なんですけどもね、皆さん冬になるとですね、桃引きというのを履くと思うんですけどもね、捨ててこなんていうのは夏に履きますかね、この頃の人は履かないですかね、桃引き。パッチとも言いますけどもね、この桃引きというのを僕は高校時代に、うちのお母さんからね、あなたは夜じゃない、学校行くときね、寒いから冷えるから、桃引きを履いていきなさいと、こういうふうにうちのお母様がおっしゃいましてね、僕はズボンの格好が悪くなるから嫌だっていうのにね、格好なんかじゃない、
寒さにはなんとなくこれが一番いいんだと。で、この桃引きを履いていくんです。こういうふうにおっしゃいましてね。それで桃引きを履いて学校行くんですが、こう一日椅子に座ってるとね、机に向かってると膝が出てくるわけですね、桃引きというのは。そうして、その膝が出たのがもろにズボンを突き上げるっていう感じでね、ズボンの膝までブーンと出てしまってね、あいつはあそこ履いてるなってのすぐわかりましたけどね。特にその体操の時間なんかに、なんていうのかな、このトレーニングパンツに履き替える時のこの恥ずかしさね、みんなから笑われましてね、面白いもの履いてるなってね、笑われましたけども、桃引きというですね、ものがありますけども、ラクダの桃引きというのがあるんですけどもね、これは南高卒なんかが愛用しているものなんですが、ラクダの桃引きの構造に関するお話と、こういう、なんていうか、ギョギョしいタイトルがついてますけどもね、こういう曲を、2、3年前です。2、3年くらい前ですかね、作ったんですが、次はですね、このラクダの桃引きの構造に関するお話、これ行きましょう。これだけの歌なんですが、なんとこのイントロの長いこと、どこがイントロかわけわかんないっていう感じでね、もったいぶってやっちゃーっとたんでちゃー、まっすぐ入ってごらんよ、道が二つに分かれてるという感じですけどもね、この詩はね、なかなか僕は自信持ってるんですけどね、なかなかこのなんていうかな、若者に訴えかけるというかね、こんな素晴らしいね、メッセージソングはないんじゃないかと、かよう思っておりますぞ。全般終了いたしましたが、この分でいくとどうなるか。この番組はドアも毎回ね、エスカレートする一方でありまして、もう、だんだんごちゃごちゃになってきまして、もう、なんていうか、やってる本人がですね、なんていうかですね、もう、俺はこれで本当に、いいね、もう、バカかなと、こういう気になりますけどもね、これをしかし、真面目にやるところにね、なんていうかね、もう、この、楽しさがあるわけですが、非常にですね、このなんていうかな、しらけた感じのあれでも、しらけたというか、バカらしいことでもね、非常に真面目に取り組んでみると意外に面白かったりしてですね、今日なんかは一番最後の曲に注目してほしいと思うんですけどね、もう本当に気に入ってるんですけどもね、これ今度レコードにしたいっていうぐらい気に入ってるんですけどね、まずはそれはまあさておいてね、次の曲行こうと思うんですが、今度は僕のですね、石坂浩二ばりのセリフが止まりますね、皆さんちょっとラジオにですね、耳を傾けてね、傾けるって感じじゃなくて耳をくっつけるって感じでね、もう気に入ったらラジオちょっとなんて感じで、うわなんて感じでラジオを舐めくり回してもらいたいと思うんですが、そうするとラジオがもう倒れたりしてね、大変ですけども、
セリフが集まりますけども、ギターを弾いてくれたのが、桂田実さんなんですが、この人のこのギターは若干、ひょっとしてこれは閉じてるんじゃないかな、こんな気がするぐらいのね、本人にはちょっとその場にいたので言いにくかったからですね、言わなかったんですけどもね、若干閉じてるような気がするんですけども、それでも、OK と、こういうふうに簡単に OK を出してしまったのは松尾さんでしたね。それでは、いつでしょうかな、何にもしたくない。こんな感じですけどもね、若干ね。何にもしたくないっていうのをやりましたが、これはもう30秒でね、僕がやると15秒になるんですけども、ギターは僕の方がいいんじゃないかなっていう気がちょっとしたんですけどもね、これはこれでまた良いでしょうと、こういう感じでね、桂田さんにね、花を持たせやっぱこういう感じですけどもね、最後の曲が何たっていいからね、こればっかり楽しみですけどもね。さて、今度の曲はですね、僕がよくステージで歌っておりまして、皆さんもよく知ってると思うんですが、それで、テレビなんか合わせてね、いろいろあるんですけどもね、これはですね、もうなんていうのかな、後半はね、いつもの雰囲気になってくるんですが、全般ですね、なんとなくこのね、タイトルをよく考えてくれたという感じで、こういうのはやっぱりアレンジャーって言うんでしょうかね、最初にですね、擬音というかですね、音を使ってますね、擬音というのは、擬音長者の鐘の、これ関係ないですけどね、擬音の夜は昼と違うんやおまって、こんなんと関係ないですね、この擬音というのはですね、そういう音を使ってですね、雰囲気を醸し出そうと、こういう感じでね、いきますぞ、心臓の歌。不気味な感じね、ポッコッポッコッ江戸川乱歩なんとかシリーズ、こういう感じですけどもね、なんか凝っておりますが、心臓が疲れたとここになるとガタッときますけどもね、メロディーも何もあったもんじゃない、同じ音をずっと伸ばしてるだけで、オーラがポーこんなんだと誰でもできますけどもね、短編っていう、こういうね、短編っていうのはですね、なかなかこう、なんていうのかな、短い言葉でね、例えば今の心臓の歌っていうのは、僕が昔、深夜放送やってる時にね、送ってきてくれた女の子がいましてね、詩なんかを。その人の詩なんですけども、
なんていうのかな、この短い言葉の中にね、非常に噛み締めると味のあると。こういうね、非常に凝縮された形でね、こうね、パッと一言で言ってしまうみたいなことがありますでしょう。例えばね、僕の曲で、花原あれなんですが、もちろん僕が書いた詩じゃないですけども、祭りの後という歌の中ですね、日々を慰安が吹き荒れて、これ一言でね、もう全てがなんか言い尽くしてるみたいなね、こういうような言葉の使い方ですね。この今の、あの、心臓の歌なんていうのはですね、だけど止まってくれませんでした。これね、これ何気なくこうやってさーっと聞くとですね、おかしい歌ですけどもね、これなかなかですね、なかなかこういう短編に短くまとめてしまうっていうのはですね、詩を書く技術としてはですね、大変この難しいことじゃないかと思うんです。そういう意味ではね、これ、玲子さんという人が作った詩ですけどもね、なかなかいいと思いますよ。その点メロディーは簡単でしたね。心臓が疲れば、同じ、全部同じになるですからね。さて、今度は、イタリア音楽風にですね、迫ろうと。クラウディア・カルディナーレか、ソフィア・ローレンがおっぱいプリプリさせながら出てくるんじゃないかと。こういう感じで、イントロが始まるわけですが、突然のごとくまた、雰囲気が変わってしまいますけどもね、桂田稔さんね、本当にもう、頑張っておりますけども、どんなに悲しいことがあったって。じっと考えてみると、この曲の心臓の歌も大体音程はないわけだ、これは考えてみると。そんなに同じ音を伸ばしてるんだけどね。突然、ぽー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 、たらろんと、ぽんちゃちゃぽんちゃ。ピアノの人なんか一回閉じったりしてね、もう大変ですけどもね、前の方に頭がいっぱいでね、後の方まで構ってられるかと、こういう感じで演奏してますけどもね。桂田さんね、もう名前がいいですね、桂田稔ってね、なんかこうね、
議員かなんかにね、立候補するといいのでね、カトラダミナルさん、カトラダミナルさんって感じでね、パチンコ屋さんにいますね、カトラダミナルさんって、うちの近所の。このパチンコ屋が出なくてね、本当にあのカトラダミって感じですか。さて、今度の曲はですね、農村の皆様、おはようございますと、こういう感じで迫るんですけども、今日も農村にはいい朝が、参りました。ですね、今日の種まきは何人で行いまして、肥料は何を使いましょう、なんとかなんとかの提供でお送りしました。農家の皆さんへこういう感じのですね、非常にのどかな感じなんですが、僕の最もオリジナルの中で優れていると、こういうふうに皆さんがおっしゃっておりますが、僕もおっしゃっておりますけども、最も大好きな曲ですね、最も愛している曲、これがまたアレンジが最高、今日のメインイベントですね、お送りしましょう、純ちゃん。君にも夢がある、それだけでいいじゃないか。若い僕らの青春の日差し、胸いっぱいに吸い込むあの子、僕の心に灯火が灯す、抱きしめたいような純ちゃんさ。僕にも夢があり、君にも夢があって、それだけでいいじゃないか。このセリフ泣かせることね、本当に青春かよという感じでね、もう昔ね、火事見つ